寂しくなるね。楽屋も静かになっちゃうってもんよ。ピコピコ。はぁ、ゲームは見やすい。本当に、これが最後の夜ですもんね。はぁ、ピンちゃんも変なテンションになって走り回ってます。かわいい服も着たいです。やりたくドリーム。じゃあ、あれ
ずは自己紹介いきたいと思います。はい、世界のときめきはエイトさんにお任せ。みんなで一緒にまーい。ハイテンションはエポップガール、エイトソコとなるぜエイジです。せーの、エイちゃん。ありがとうございます。今日は卒業公演ということで、みんなを最高のパーティーに連れていくからね。楽しみにしててね。よろしくお願いします。はい、プルプル女神が豊洲ピットに参上。もっと愛して、愛してるよ。 2.5 次元伝説リサチーこと愛沢りさです。せーの、リサちゃん。パジャマパーティーうちらしたことないから。
確かに、ちょっとなんか気合い入れるためにパーティーっぽいことまずはしてみたいなと思ってて、いい、そういうの欲しい、なんかみんなと乾杯みたいなやつやりたいんですよ。会話のみんながよかったらパーティーに来てくれてる人なんで、なんかミニチョコ普通の乾杯じゃつまらん、え急にハードル上げちゃうよね。スペシャルのやつがいい。あ、そっか、私ですか。じゃあ特別な乾杯あるよね。わかりました。掲げてもらって、じゃあネモちゃんいいですか、特別な乾杯の音を取っていただいてよろしいですか。はい。じゃあみんな手を上に上げてください。じゃあ真似してくださいね。せーの、1212 乾杯。次、はい、ちょっと前に振ります。せーの、we'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
すりゃかわいい顔で寝てるね。でもでも夢の中でもパーティー続けたいよ。Thank you.
ありがとうさんとおはよう準備を待ちるのようなのでさ今からネクタイ船に乗っていざ出航だ。
Thank you.
感じだから、うん、本当はこのこと聞きたくない言ったら終わりが来ちゃうから、でも聞く、うん、枝さん、やり残したこと本当にないですか？一つだけあるかな。うん、枝さんが電波ミンクを卒業するにあたって、今一度みんなにありがとうの感謝の気持ちを伝えたいかな。そうだね、ありがとう。見たい。さあ、ちょっとだけお話しするね。ソは電波組員区に入って10年と8ヶ月頑張ってきました。さっきね、気づいたんだけどさ、偶然さ、気づけたんだよ ね、うん、ちょうど10年8ヶ月で電波って読むんだね。すごい偶然電波組インクに入って本当にさ、アイドルグループに入ることってこんなに幸せなことなんだなって実感することができて、なんかすごい人生がキラキラしてました。10年8ヶ月本当に本当に楽しいことばっかりだった。もちろんね、そりゃね、アイドルグループとして頑張っていく中では、まあ、それは大変なこともいっぱいあったけど、でもそういうのもね、全部含めてね、本当に本当に楽しくてね、幸せな電波組員区生活を送ることができました。本当にみんなのおかげだね。
ここにいるさ、面白おかしい。今までのメンバーやスタッフさん、そして大好きな大好きなここにいるファンのみんなと一緒に作り上げて走り続けてきて本当に良かったです。みんな本当にありがとうね。ここで話ありがとうね。
嘘、まだ見てない。どこにかたどり着く
よ。Thank you.
ちょっと歌わせてもらいました。どうだった、エイタソー？そうだったんだ。本当にめちゃくちゃすごくて面白くて笑っちゃった。
は勝手かもしれないけどずっとずっとずっと続いてほしいってすごく言ってくれて、そうだね、どんな形でどういう風にしたらゆうかさんに喜んでもらえるのかとか、まあ、誰に喜んでもらえるのかとかをすごい考えながら今日この日をね迎えましたね。そうだ ねでもなんかエタソが喜んでくれたらちょっと一安心しました。少しだけ楽しいよ。やっぱ電波組行くは伝説だな。ありがとうね。新曲の方にもさ、エタソの要素たくさん詰まってるからね。入ってたエタソ詰まってる結構あるから確かに。でもさ、ちょっとさ、すごいエクストラステージみたいになってるけどさ、今、はい、なんかでもせっかく来たからなんかやりたいなんて、やりたいなやっちゃおうか、やってもいいですか、やってもいいよ、やったみんなあったかいな、帰れないぞ、まだまだ返しません。どうする、どうする。じゃやっぱりみんなへのありがとうの気持ちを込めて歌いたいかな。おおおいいね、聞いてください、オレンジリーム。伝えきれない君への片想い、夕焼け色に焼き付けるこの場所、いつも忘れないよ。
ポキ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 おるやんか、うん、その音がすごい明確に聞こえてきてあのめっちゃいいですねぜひさーありがとうなんだひとまずちょっとあります、ちょっと休憩しまいよかな、はい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 、よいしょよいしょ、このお家もほんと可愛いよね。可愛いでしょ。うん、最高。ペタソの部屋なんだ。ペタソの部屋なのね。こんな感じなんだね。可愛いでしょ。キリノちゃんもいてね。そうなんです。なんかあれなんですよね。このダラッとした感じもペタソを入れたかったんだもんね。そうなの。みんなでさ、アフターパーティー的なことをさしたかったのよな。なるほどね。ペタソらしい。楽しくない？いやでもいい落ちサビでしたよ。やった、うん、最高だったよ、気持ちがこもっちゃったよ、ちょっとうるっとするもん、わかるねなんかさ盛り上げようと思ったんですけど、なんか今もこの綺麗なエータスの横顔を焼き付けなければと思ってずっと見ちゃった、はぁ好きー、ここについてる告白あ、ここといえばね、はい、ね、みんなにお手紙も書いてきたんだ、はい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 、やばい、何、ちょっと待って、その前に、え？どうして永遠に
のどって書いてある。ありがとうございます。まあ、ちょっとさ、あの銅像を置きながらだから銅像が気になるかもしれないけど、はいはい、めっちゃ気になるのこれ。せっかくだから栄太さんの、待ってこれどこに置いてるの。え、じゃあちゃぶ台置こうだから。そうだね、せっかくちゃぶ台あるからさ。え、ここに銅像置くの。そうだ、部屋だからいいか。はいはいはい、しっかり食事持てる。ケツポンとこ。あ、ケツ、プリケツありがとうございます。でもせっかくだから色紙も。何これ、閉めてこ。じゃあ、せっかくなんでね。はい、何これ。ちょっと待って、なんでペロに見えるんだ。いい感じだと思う。はい、何のくだりでしたっけ。私、お手紙です。見て聞いてもいいですか。わー、笑っちゃうじゃん、もう。これさ、手紙ってさ、何なのかっていうとさ、一人一人に帰ってきたんだよね。あら、そうだから、まあ、簡潔にまとめたけど、最初めちゃくちゃ長くなっちゃったから、うん、まあ、簡潔にまとめたけど、ちょっとああいうコメント読むね。ちょっとみんなのね、時間とかもあるだろうし。ねえ、でもさ、ね、聞きたい。じゃあまず、みりんちゃんへ。あら、みりんちゃんとのお付き合いはかれこれ11年になるで。おー、バレながら、そういうやつ長すぎて笑った。はい、その中でたくさんの時間を一緒に過ごしてきたと思うよ。うんうん、お互いにあんまりベタベタするタイプではないけれど、ミリちゃんといる時間はとてもとても心地よかったです。あれあれ、これはなぜなんでしょう。なぜ、エイサの顔文字はてなっこし。それは読むね。あ、なくなっちゃう。決めるところはビシッと決める。キャーン、かっこいい、かわいいけど、めっちゃホリッとした雰囲気も合わせ持っていて、あら、大好きだよ。だから、なんだろうね、一緒にいられて本当に本当に楽しくて幸せだったよ。これからの人生に幸あれだよ。あれ、よっ、真の強い女。今まで一緒に活動してくれて、うん、本当にありがとう。うーん、レイパソ、ありがとう。あげるわ。あ、布団もあげるけど、ちぎってくれる。布団なんで入れるから。ありがとう、直筆。ありがとう、ありがとう。ちょっと後でもう一回読むね。ありがとうね、嬉しい。じゃあ次、リサちゃんで。お、はい、近いから緊張しちゃう。近い家なんじゃない、ね、こんなに長く、これ伸ばし棒よ。あ、長い。こんなに長く一緒に活動してきたエイタソから見ても、リサちゃんは天使で女神ってことは本当にそうなのかもしれないね。キラ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 。長い活動期間の中、リサちゃんに助けられた部分がたくさんたくさんあったよ。これ本当ですね。本当に感謝しかなくて、エイソはその分ちゃんとお返しができているのかな。大丈夫かな。いっぱいもらったよ。ありがとう。その場でお答えてくれた。もし何か不安が何かあったら、これからも何でもバゲット言ってね。靴紐は結べないけど、しょうがねえな、結んでやるよ。ありがとう。優しいだけじゃなくて、お茶目で可愛い、面白くて気高い、そんなところもあるリサちゃんは本当にアニメから出てきたみたいだな。かっこ矢印、最高の褒め言葉、かっこ閉じ。大好きだよ。今まで一緒に活動してくれて本当にありがとうね。こちらこそありがとう。一緒にラジオとかも楽しかったな。うん、ありがとう。会話の BPM が合うからさ、また来てね、ゲストで。また行くわ。うん、行く行く、待ってる。ピンちゃんへ。はい。なんだかすっごく当たり前のことを言うようだけど、ピンちゃんは電波ウィンクが大好きだから、かっこ、いや、そりゃメンバーだもん、当然だったね。電波組について語り合ったりしたよね。したよね、うんうん、この曲いいよねみたいに単純に超盛り上がったりもね。そのためにピンちゃんの熱い思いが伝わってきて、いつもいつもとっても嬉しかったんだ。一番最初は年下の子が入ってきた、バニョンって印象
ったんで、ピンちゃん15歳ぐらいだったんで、I'm not afraid of the dark.
ミュージックスタート。
最後みんなのところ食べてご挨拶行きましょう。
サイリウム最高でした。サボルタイム、センキューマビュThank you.
Thank you.